以前コメントで教えていただいた新潟県小千谷市南二五路つむり沢の火葬場を見に行きました。文化センターの裏にあるということまで教えてもらっているのできっと楽勝でしょう。雪がとんでもない高さで積もっていますが、もう春です。新雪ではないのでふわふわと沈むことはありません。この辺りを徘徊すればきっと見つかることでしょう。石仏がありました。確かこれとセットで四角い火葬炉があるはずです。そう、あるはずなんですけど、なぜか見当たりません。もしかしたらこれでしょうか。地面に穴が開いているのではなくて地上に設置されている火葬炉と聞いていますので、掘り起こしてどうこうできるレベルではありません。太平洋側で生まれ育った私にはここに来るのは早すぎたようです。新潟県の気温も高くなったのを天気予報で確認して再びやってきました。つむり沢は漢字ではこのように書きます。建物はそのままですが、周りの様子は全く変わっていました。実はもしかしたらまだ雪が少し残っているかもしれないと焦ってやってきたのもあって、そんな不安がありましたが完全に溶けていました。這い上がらずとも先に進める、また嬉しからずやです。はい、石仏だけでなく火葬炉と思われるものも見えてきました。草が少し生えてきています。夏は夏で見えづらくなるのかもしれません。田んぼの季節を選ぶ火葬場です。教えてくださった方はかなり詳しいようなのでほぼほぼ信じておりましたが、それでも火葬炉とは違うものを誤って教えてくれたのではないか、申し訳ないけど少しそう思っています。苔むして歴史を感じる石仏との位置関係的には葬儀に関係しているのは間違いなさそうです。福井市でこんなのがあったら間違いなく火葬場なのですが、新潟県魚沼地方ではどうなのでしょう。動画にしていませんが、南魚沼市の火葬場跡地数箇所で乾杯しており、まだ確信を持てません。火葬炉と思われるものの方から石仏を見てみました。荼毘の様子を見守ってくださる、そんな感じの配置になっています。いよいよ上から覗いてみました。わずかな疑念は完全に払拭されました。座間炉を格子の上に乗せて火葬する、その他の用途でこんな仕組みがありましょうか。疑っていたことを深く反省したのでありました。さて、石仏と火葬炉以外にも遺構があります。古い墓地なのか何なのか分かりませんが、火葬炉を確認でき満足したのでこちらの調査は終了です。魚沼地方では思うように現地での成果が出ておりませんが、文献調査はかなり進んでいます。昭和60年の資料に土葬の歴史は確認できない、つまり大昔から火葬していたのだろうと記録されている十日町市の山中野呂島の墓地にやってきました。集落は渋見川で東西に分かれており、どちらにも火葬場があったとのことです。そして西側の墓地にご覧の通り怪しい囲いを見つけました。勝利したのでしょうか。しかし資料を詳細に紐解くと、火葬場は石を4つ並べただけのものであるとも書かれています。さっきのは違うようですね。ではここに集めて置かれた石の方でしょうか。しかしこれもまた資料に書かれた石の上に藁や薪を置く方法を踏まえると火葬場だと断言はできなそうです。確証がない案件はあまり紹介しない方針でしたが、新潟県の火葬場に詳しい方がここも調べてくれるかもしれないと期待を込めてお知らせしました。それではまた。